やった！よしよし。またお付き合いします。怪しいのはあの姉ちゃんじゃなく大資本製薬か。そう言われると
リンを襲ってたっていう黒服連中のことも説明がつきそうだな。まがいものだけで手一杯なのに、いろいろ面倒が多いな。お、そういや、瓦礫用のサーフェイサーが切れてたの唐突に思い出したぜ。まとめて買って帰るから運ぶの手伝ってくれよ。何渋い顔してんだよ。飯でもおごるからさ。ん？何言ってんだ？って。わあ！なんだこいつら！貴様ら、リンの協力者だな。はあ？俺たちがか？彼女の身柄を渡してもらおう。もしくは、居所を吐いてもらう。んなこと言われても、俺たちが知るわけねえだろ。隠し立てすると、ためにならんぞ。親衛隊だと、やはり関係者だったか。おい、俺まで勝手に入隊させんなよ。少々痛い目に遭ってもらうか。大人を舐めるとどうなるか、身をもって分からせてやろう。くそ、なんとか切り抜けるしかねえ。弟行きやがれ。ま、戦ったのはお前で、俺は逃げ回ってるだけだったかな。もしかしてさっきの奴らが前に言ってた黒服連中、大資本製薬に縁がありそうな奴らか。俺たちのことを凛の関係者と思ってたみたいだけど、
お前がこの間トウコと一緒にリンを助けたからだよな、きっと。こりゃあの姉ちゃんの知らないところでなんか動いてそうな線が濃厚だな。いや、ファンじゃないだろあれ。なんか嫌な感じだな。秋葉が狂ってきてるぜ。それでもまあ俺たちのできることを地道にやるしかないんだよな。とりあえずモグラに戻るか。サーフェイサーはまた今度だな。中に襲われた？リンを襲ったってやつらか。何なんだろうなあいつら。俺たちをリンの仲間じゃないかなんて言ってたけどさ。ん？先輩、携帯鳴ってませんか？メールの着信かな。いきなりどこ行くのよ。